十一月九日木曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一二四二。日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして、木曜日は、こんにちは、日本放送飯田浩二です。辛坊二郎ズーム。そこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からです。素晴らしいお天気です。<ー>気温二十四度ぐらいですかね。五十パーセント快晴です。東京はどうですか。 ええ今由楽町日本属上の温度計19.7度湿度52%<ー>まあ明るいんですけどもうちょっと日が傾いてきたなって言うね,ね曇り始めてる感じま,まあ快適な気候ですよね、まあ、そうですね,ですねで今日まで昨日から一応暦の上では立冬ということで冬になりましたけど、まあ、はい。 冬って感じじゃないですね。<laughs> って感じじゃないですね <laughs>、えー、ってなことでございましてなんかあの冒頭の「どなり」という挨拶部分を大阪から聞いていたら井田君、はい、声が明るいですね何かいいことありました おお、まあ先週から今週にかけてっていうとねいや大阪も大盛り上がりじゃないですか我がタイガースがまだその余韻が我がタイガースってタイガースはいつからあなたのものになったのか <laughs> いやいやこうやって勝手に盛り上がれるっていうのがねいや,いやなんかね今日こう,こう半日こっちにいっただけでストレス溜まりまくりで困ってるんですよどうしたんですかがあの読売テレビの道夫浦俊彦アナウンサーなら切れまくって今頃ですね,ね、えー、刑事事件に発展してるんじゃないかと んいっぱいありましてね <laughs>、まあ、極めてプライベートな話なんだけれどもだけどもしかすると同じような目に遭っている人たちは声を上げられずにいるんじゃないかなと思ったりするんですよね世代的なものもあるんですけどね今もあれですか飯田君とかはあの、はい、銀行窓口行ったりすることありませんかインターネット取引ですかほとんどはああ最近そうですね窓口行くことって本当に少なくなりましたねほぼな,ないですね 支店も減ってるし窓口も減ってるからね確か,、うん、確かにね減ってますねだけど、はい、多分インターネットバンキングでできるっていうかやる方法はあると思うんだけども税務署からですねうん、うん、税金の支払い通知が来たんですよ、うん、で振込用紙がついてるもんですから<ー>なんかこれはやっぱり振込用紙ついてるから銀行行かなきゃいけないのかなとか思うわけですね、うん、だから、ね、インターネットバンキングで振り込む方法があるのかどうなのかわかんないんですが<ー>で今日は朝から <laughs> 4件銀行の振り込みに行きましたとさ<ー>その4件もちょっと事情をお話しすると非常に複雑なんですが私ですね、うん、ちょっとした小さな法人を持っておりまして、うんはい、法人税あの日本のね、えー、企業の6割は法人税払ってないっていうじゃないですかうちはですね。 真面目なことに相当な額の法人税を毎年払ってるわけですよ<お>本当に表彰状欲しいわ俺それは国民の義務だから当然ですよね<ー>で法人税の支払い通知が4通来たんです<ー>で4通まとめて今日もう午前中に払いに行こうとで大阪にいる時しかできませんから<ー>地元の金融機関に行ってですね え法人のクレジットカードっていうかキャッシュカードみたいなやつで口座から振り込もうとしたんです、うん、1> で1通目2通目順調に振り込めたんですが3通目で引っかかったんですよ。はいほう だからお客、あのー、今、窓口がないんですね、もうね、そもそもね。うん、で、抗金の振り込み口座っていうのは、なんか機械でやらなきゃいけないんだけど、うん、その機械が非常に面倒くさくて、必ず横にお姉さんが立ってるわけですよ。<laughs> で、お姉さんが、えー、次あれしろとか、これしろとか、手取り足取り教えてくれるのはいいんだけど、うん、だったら、あんた初めからやってくれって話で、<laughs> <laughs> 機械である意味がどこにあるんだって。 まず道浦俊彦君はこの段階で切れまますね 1> <laughs> まず1回大爆発ですよ。<laughs> <laughs> 大爆発 <laughs> で私は、まあ、でもうそんなことで爆発してもしょうがないし <laughs> 横で一生懸命手取り足取り教えてくれるんだったらありがたいなと思って言われた通り <laughs>、うん、1通目2通目払い込みを終えて3通目やっていたら途中で「 機械が止まったんですよ、うん、そうしたらあのお姉さんが出てきてですね「ええあの申し訳ございませんがこれあの支払い限度額を超えておりますので、えー、ここであのカードでの,あの振り込みはできません」と。 あのさ口座に残高はちゃんとあるわけですよそれでまあそれ支払い限度額がカードにあるのはカード取引だと支払い限度額があるのは知ってるけれどもでも税金だから振り込み詐欺はありえないわけですよで向こうから税務署から送ってきている振り込み用紙に従ってそれを機械に読み込ませながら振り込んでるわけだから振り込み詐欺はありえないし自分の金はあるわけだし税金の振り込みだし いやこれあの振り込み限度を超えてますええー、そんなことがまずあるのかという驚きで道浦俊彦君ならここで二段階でまず切れますね。一通一通にしないでくださいよ。ちょどんちょどん二発目切れてますね。<laughs> 二発目切れますよね。まあまあ普通に考えてくれます、ね。いやでもまあしょうがないかとだからその私が取引してるでそもそもその。 銀行の法人のカードを作った時に、はい、1日の振込上限ななんんか設定した記憶がないんですよあ<ー>大体さ会社なんかあの振込その日に振り込めなければあの不当たりで潰れるみたいなことがありうるから、えーえーね、個人の口座と違うじゃないですかそれなのに上限があって私のカードの上限を税金の額の方がはるかに超えてるもんだから,、うん、だからうちのカードから税金の振り込みができないんですよ。 お客,様お客様のこの口座の、えー、キャッシュカードではこの上限上限超えてますのでもう振り込みできませんと、うん、あのこういう場合はですね、うん、印鑑と通帳での取引になりますとおっしゃるわけですよ、うん、で私そんなこともあろうかと、うん、法人の通帳も印鑑もちゃんと持って行ってましたいいじゃなですか<あ>、えー、すみませんそれじゃあの、通帳も印鑑も持ってきてますからじゃあ,あのお願いしますって言ったら。 お客様申し訳ございませんが、はいえー、東高、私東高私どもの銀行ですね東高では法人を扱っ ていいる視点というののが全部でで、はありませんので法人を扱ってる視点というのはこちらの視点では扱えませんので「<ー>えー、電車乗って二つ駅向こう行ったところの視点<ー>に行ってください」って「美道浦君ここで三発目切れ <laughs> ん<か> <laughs> ふざけてんのかと」と <laughs>、うん、横手持ち無沙汰に窓口のお姉さんいるのにはい、はい、個人だったらそこで紙と印鑑と通帳で振り込みができるのに法人だということでいうとその視点は。 法人を扱っていないので法人扱ってる視点は大阪府内ではこの視点とこの視点とこの視点ぐらいしかありませんからそのどれかに行ってください。りの視点まで 電車乗って行ったがや行ったおお、そこで道浦君だったらもう三回目の噴火でですね多分警察が駆けつけてると思いますよそんなことはなさらないと思いますよもし銃器でも持ってる発砲してると思いますいやまたまた穏やかじゃないやめなさいそうと言うのは直近事件だったら最近そのての事件が相次いでおりますからえ、今のは不穏当な比喩でしたすみませんえ、お詫びして撤回をさせていただきます大変失礼をいしました道浦君なら絶対発砲してると思うんだだからやめなさい 3回三回切れるところを全部奥歯を食いしばって乗り越えて「分かりましたと」とで,、はい、でまあここで揉めてもねすごいすまなさそうに向こうも言うわけですよまあ、ええまあ、確かにこのお姉さんのせいじゃないよな、ね、別に視点で法人扱える視点と扱えない視点と作ったのはこのお姉さんのせいじゃないし私のキャッシュカードに限度額があって税金払い込めないでいるのも 別にこのお姉さんのせいじゃないからここで切れたところで問題は解決しないし時間を食うばっかりだと思ったんで「はい分かりました」って言って引き下がって「電車に乗ったはいいけれどもや腹渡りにえくり返ってたな」「道浦君みたいにその場で発散ができりゃいいけども私のように「はい分かりました」って言って店出ちゃった人間はもうなんかお腹の中にもやもやしたものがいっぱいになってたまりかねてたまりかねて 大盛りのカレー食っちゃいました。食欲だらす。すごい胸焼けしてですね <laughs>。<laughs> 本当に。ストレスたまるたまる。たまるたまる <laughs> な。なんとかしてくれ。<laughs> え結局納付できたんですか。<laughs> あのー、隣,の隣の隣の隣の駅まで行って、はいえー、窓口法人窓口に行ってでまたそもそも法人のそこの支店って1階建て2階建て3階建てになってるんですよ 1> ははで1階の案内見たら法人窓口3階なんです。なるほど 法人の窓口三階だからエレベーター乗ったんですよ。で三階に上がって、さ法人の窓口行こうと思ったら、さらにもう一つ扉があって、扉の外に電話が置いてあって、えまず担当のどこに用があるかをそれで電話してくれって書いてあるわけだ。だっけんだ。どこに電話したらいいかなんかわかるわけねえだろ。三中浦君ならここで四回目の脱出だと思って。目の前のドアを蹴破りますか。間違いなくね。バットで。 窓ガラスどっち破ってね。ないで警察警官駆けつける騒ぎになってると思いますよ。面白いこと言ってるようですけどしませんからちょっとそれです。完全にもう何度ももらい事故。そうですよそうですよ。いや本当に西野さん申し訳ないです。結局のところどうしようもなくなってるんですね。だってどこに電話したらいいかわかんないんだもん。だけどドアはロックされて開かないしさ。どうしたらいいんだよと思ってしょうがないから一階階段駆け降りて二階に行ったら二階にあの受付のお姉さんがいたんですいませんカクカクシカこういうわけで。 来たんだけども法人の窓口のところが入り口ロックされて入れないんだっていう説明をしたら、はい、そこでようやくあ分かりましたっていうことになって、うん、えええ通帳と印鑑をお持ちですかってうから持ってます振り込み用紙ありますか全部ありますって意識揃えて出したらそこからはまあ,あの比較的スムーズでしたけれどもど多分もうここまで行くまでに未知留なら4回大爆発ですからね。<laughs> もう 間違いななく今日のニュースにっやいやいやいや,いや <laughs> でも、はい、でもなんか世の中デジタル化でどんどん便利にしましょうっていうスローガンのもとで、うん、実はあの銀行の支店の削減だったり窓口削減だったり、うん、インターネットバンキングで日常できる人はいいけれども、うん、そうでない人にとってはとてつもなく社会生活そのもののハードルが上がってるんではなかろうかと、ね、不便になっっててるところってあります、ね、この方向でいいのか果たして、うん いやでこれ、調べてみたら、e−Tax というのを使って、電子納税で、まああ、インターネットバンキングなどを使うことはできるそうなんですが、専用のアプリがいるし、でそこにまたいろいろ打ち込まなきゃなんないし、うん、なんかマニュアルが何百ページもあって、ですねこれはこれでまた面倒くさそうだなという感じが、非常にひしひしと感じました。もうねねなんかかかかとと大丈夫か岸田政権は MS にしっかりとしっっりり <laughs> 検討を重ねてまいります。すいません、ご指摘のごとも先に言ってください。ありがとうございます。これは偽物です。必ずいうことをしましたそうですね。これはだからあのフェイク岸田が結構画像がね問題になってますから。まあもしこれ間違う人がいるとですね。はい。フレームの対象に当然なるわけで。偽物ですか？ 偽物です <laughs> <laughs> まあ本人が偽物だって言ってるから間違いないし間違いなく偽物です変の <laughs>、はいね、くせい時代になったな <laughs> 気を使っていきましょうよ、ね、<laughs> さあ、えー、ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしますで四時台は岸田内閣の支持率低下青木の法則の現実味というニュースについてお届けいたしますで五時台は イスラエル情勢を受けて、バイデン大統領のアラブ系支持急落というニュースにズームします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。辛坊さんのオープニングトークに関すること、気になるニュースなど、送ってください。メールで送ってくださる方は、Z o o M、zoom ズーム・アットマーク一・二・四・二。com。 番組の感想など X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してくださいで今日もお届けいたします5時26分頃ですズームをミュージックリクエスト今日のリクエストのお題は税金の支払いを銀行に拒否された時に聞きたい曲 税金の支払いを銀行に拒否された時に聞きたい曲まあ拒否したわけではないですけれどもね今日の事例はね <laughs> まああね、あの X 見てると同じような経験した方がポストしてますね、ええ、ユニコさん辛抱さんと同じ経験ありその上法人窓口も予約しなきゃいけなくてその日のうちに終わらなかった思い出したらムカムカしてきた、うん、<laughs> 本当だよ <laughs> まだ、ね、それでだってさ、ええ、金はあるのにそれで倒産したらどうしてくれんだよそれこれでね税金滞納してますよなんて あれはダメだろう。アラスカ大臣は。ね、<laughs> <laughs> それまた別問題だろうそれは。<laughs> 一緒にすんな。<laughs> <laughs> いやそこまで行ってないですからね私は。<laughs> はいえー、っと選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってくださいお待ちしております。さあでは続いて外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。 東京株式市場日経平均株価は、昨日と比べて479円98銭高い、3万2646円46銭で取引を終えました。トピックスは、昨日と比べて29.17ポイント高い、2335.12で取引を終えました。円相場は1ドル151円ちょうど付近で取引されています。 東京市場の円相場は再び151円台へ下落する展開となっています。序盤は方向感を欠く展開となりましたが、終盤にかけてアメリカの長期金利が上昇するとドル買いが強まりまして、円相場はおよそ1週間ぶりの水準へ弱含みました。今夜は日銀の上田総裁と FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長の講演が予定されています。 日米の中央銀行の金融政策のスタンスに変化がないとの見方が強まれば、円安ドル高の流れが継続しそうです。仮に、年初来安値付近まで下落すると、日本政府・日銀による円外介入への警戒が再び強まる可能性があるため、注意が必要でしょう。以上、ガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。 大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです岸田総理大臣は今日午前総理官邸で記者団から今年中に解散選挙を行うかどうか問われ まずは、経済対策、先送りできない課題、一つ一つに一位精神取り組む、それ以外は考えていないと答えました。政府は特別職の国家公務員の給与を引き上げる給与法改正案をめぐり、岸田総理大臣や閣僚の増収分は自主返納などの対応を取る方向で調整に入りました。 岸田総理大臣がサンフランシスコで今月の15日から17日に開催される APEC ・アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に合わせて中国の習近平国家主席との会談を調整していることが分かりました。カンンンボジアのの首都プノンペンで日本人の詐欺 特殊詐欺グループとみられる男25人が拘束され、日本への移送中の飛行機内で逮捕されました。グループによる被害額は少なくとも2億4千万円に上ります。警察は闇バイトを通じて25人が集められたとみています。自動車大手ゼネラルモーターズの参加で無人タクシー事業を手掛ける GM クルーズは、 不具合が見つかった自動運転システムを搭載した車両を回収すると発表しました今月カリフォルニア州で歩行者が絡む事故を起こしたことを受けての措置ですニューヨークタイムズのデジタルと紙媒体を合わせた有料購読者数が今年の9月末時点で1000万人の大台を突破しました 一般のニュースに加えスポーツ専用サイトやゲームレシピなどを組み合わせて販売する戦略が成果を上げています一方紙媒体の契約者は3ヶ月間で2万人減り67万人です開業が難航しているリニア中央新幹線について神奈川山梨長野岐阜の県知事は今月6日 岸田総理大臣と面会し、開業時期の見通しをはっきりさせるよう求めました。岸田総理は我々も努力をしていきたいと述べました。まあ、最終項目はいわゆる飯田君忖度ネタなのではありますが。やっぱりリニア中央新幹線どうなるかって。これは大問題だよね。はい、で、神奈川、山梨、長野、岐阜の県知事が今月6日。 えー、総理大臣と面会して、いつ開業するのかと、うん、政府として見通しをって言ったら、岸田総理は、我々も努力していきたい、どうぞ。我々もしっかりと努力をしていきたいと。 大勢おります。これ本人がそう言ってる場合にいちいちこれは二千問です。私も今ちょっと戸惑ったんですよね。そうですよね。言ってることそのまま。言ってることはね、その。ね、努力はしていきたい。努力はしていきたいけれども。これ要するに、今この神奈川、山梨、長野、岐阜というと。ええ、欠けているのが静岡県知事でありまして。はい。早い話が静岡県知事が。 これはご寝てるっていうと、まあ、本人に怒られちゃうのかもしれませんが、まあ、私の印象でいうとごねてるっていう感じなんですけど <laughs> それで着工が目処、えー、が立たない状況の中でこういう時はあの総理大臣は何とかかでできるわけですか例えばね、はい、沖縄の基地建設に関していうとかなり政府があでもあれはそうか一応沖縄的には前の知事が一応あの認めたからっていうのが一つあるのかな。 ああまあ前の前の知事になりますかね中今さん前の前の知事か、はい、前の前の知事の段階で建設認めた後はその微修正微調整のところの、はい、まあ許認可に関わる問題で今です、ね、まあ裁判やってたりなんかするんですけどもでかつ事業主体があれあの場合はまあ日本政府ということになりますんでこれはどうなのリニアは基本的にはあの JR 東海という民間がやっているという建前になっているので。えー まあ政府的に言うと側面支援はできるけれども主体は違うのでと。ということはそれぞれの静岡以外の県知事が総理大臣に何とかしてくれと言いに行ったからといって総理の力で権限で解決できるものではないうですか、はい、うーん最終的には JR 東海と各都道府県の話になってそして各都道府県の許認可というとやはり知事の反断が必要になってくるということで、ね、ということは静岡県知事と、はい。 えー、読売テレビの道浦君との会談を設定するとかそういう話になるわけですね。<laughs> どうしてそこでなんでも登場されていいってもんじゃないですからね道浦さんの名誉もありますからこれも <laughs> いろいろ。どうもね彼本人は聞いてないらしいんだけどさ、はい、彼の友達が聞いてるケースが結構あるらしく時々なんかねそうそうメールが来るんだよなんかまた今日もオンエアで悪口言ってたそうですねとかうメールがね。<laughs> あの 番組終わった瞬間に来てたりなんかしてお前、聞いてねえくせに文句言うなよみたいな。<laughs> いや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 、<laughs> 論点がずれてます、完全に論点がずれてます <laughs>、うん。さて、どうしましょう静岡、リニア中央新幹線。いや、もうでも政治になってきてしまっているので <laughs>、まあ、うん、ただ国も全く無関係というわけではなくって、これ、お金は多少入れてる部分があるので、まあ、その辺でどこまで口出せるかなんですけどね。 普通、でもこれ知事の態度が変わらないと、着工をずっと永遠にできないということ。ああ、まあ、一応知事の許認可権の範疇になるということになりますと。ね。えー、いやー。<後> <laughs> J. R. 東海も頭痛いね、これね。頭痛いですね。うん一つ前のニュースです。ニューヨークタイムス。 はい、えー、紙媒体とデジタルを合わせた購読者数が1000万の大台を突破しました。まあこの講座何回もお話し,しているように。 あのニューヨーク・タイムズってもともとニューヨーク近郊のローカル市だった、紙媒体の時はローカル市だったんだけれども、デジタル化によって、英語ということを生かしながら、ただのローカル市が全国媒体になったんで、ものすごくデジタルの購読者が増えていてで、また儲かってるらしいですよ、売り上げもなんか900億円突破、利益も5000万ドル突破だから、す100億近く儲かってみると。 儲かってるかっっっててるうとやっぱりアメリカでもむしろニューヨーク・タイムズ1人勝ちでアメリカってもともとニューヨーク・タイムズですらローカル紙だったみたいで各地方にローカル紙があったんですがニューヨーク・タイムズが逆に全国紙にデジタルでなっちゃったことでローカルの新聞は今、アメリカでもとんでもないことになってるというまあその辺りの状況は日本とはあんま変わらないかなっていう感じはいたします。ズームフラッシュでした 十一月九日木曜日時刻は午後四時三分を回っています。大阪メダル日本放送関西社から辛坊治郎と東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと飯田浩司の三人でお送りしております。はい、今日もねメールなどたくさんいただいております。あ,皆さんありがとうございます。ありがとうございます。 まずは東京都の三十五歳の女性カエルの子はカエルさんですホイホイなんかね,ねお礼のメールなんですね今年の七月頃ズームのおかげでキャセイパシフィックの香港行きのチケットが当たったとメールしたものですあ空<ー>、ね、いてらしたんですねあ政府観光局のねキャンペーンかなんかでしたっけねで辛、うん、坊さんや飯田さんにおすすめしていただいたトラムに乗ったり朝飼を食べたりしてとても楽しくまた中国本土より明らかに治安が良くて 驚いたりしました香港はいいところですよね,すねタイガーバームガーデンなくなっちゃいました、ね、<laughs> なくなっちゃいましたねさらに驚いたといえば物価の高さです何もかもが日本のおよそ1.5倍から2倍くらいしましたービール2杯と前菜盛り合わせで8000円弱する始末です、ま、それはきついですね <laughs> 結構ですね結構ですね でコロナが明けて、うん、久しぶりの海外旅行でしたが日本円がこう弱いままでは海外旅行は気軽に行けないなと悲しい気持ちにな,りました、ね、なんかあの為替っていうとこの番組でもそうですけれども対ドルをずっとお伝えしてますが対、うんまあ、ドルも。 アメリカの金利がもう打ち止めになりそうなのに、うんえー、円安が是正されずに、えーえー、今日あたりでも151円じゃないですかだけど世界の通貨と、はい、かええ円との為替を見てると、はい、ドルなんかましで、えー、それ以外の通貨に対して円がだだ下がりになってますからねいやーこれは確かに高いわ。 ことし言ってた10円しの日本国内で稼いで、日本国内で使ってるから大丈夫だっていう一説には、そういう言い方もちょっと前はされたんですけれども、やっぱりここまであの身の回りに輸入品があふれてくると、いつまでもそんなこと言ってられませんからね、ねまあ、国内物価が上がってくるのも時間の問題というか、もうすでに上がり始めてますが。 ああそんな中国内からもいただいてますかはいいただいております和歌山県木の川市の半ンヌンパンさん四十二歳男性の方今日は大阪で人間ドッグを受けたついでに<あ>新世界でねで、えー、真っ昼間から飲んできましたじゃあ人間ドッグの結果は良かったんでしょうねと <laughs> いうことですかね <laughs> 今日は新世界でもとても暑かったんですが日本人は誰も半袖で歩いていませんでした 自分はパーカーを腰に巻いて半袖になりましたが他のみんなはよく頑張るなあと思いました <laughs> 新世界っていうとあの通天閣界隈ですねおそらく今日うひ真昼間から、まあ、大阪は真昼間から飲めるところはそんなに珍しくもないんですが新世界界隈だと確実に昼間から飲めますからね。 新世界界隈で真っ昼から飲むのに、まあ、おそらくさっきの香港の方と同じぐらいのメニューだったら1000円から2000円ぐらいで今まだね,うねまそうですよねうそう考えると香港の発生はきついないですよ確かにの新世界行ってみよう。 仕事が終わってからにしてくださいそうですねバ中に行っちゃうとね行きかねない勢いですから1回ぐらいはなんだかんだ理由つけて行ったり行くんですけども最近あんま行けてないなこの間ねでもねちょっとこれはどうかな言っていいかなまてそこまでモーション起こして言わないのは気持ち悪いでしょうから言いますけれどもね「新世界の片隅ですね 日本を代表する高級リゾートホテル運営会社がホテル作ったんですよ。あ<ー>、まあもう具体名を出してもいいんですが、なんちゃらリゾートですよ。 はい、そのなんちゃらリゾートって、うんええ、ホテルのランクが決まってましてね、ホテルの名前を見るだけで、そのなんちゃらリゾートの中でどのクラスに所属するホテルかっていうのが分かるんですが、うんはい、その新世界通天閣界隈に作られたホテルというのが、そこのリゾートホテルの中では、多分一番上級に属するぐらいのいいリゾートホテルなんですが、ここ、この間見に行ったんですよ。 いやこういう感じになるんだと思っていいホテルなんだけれども、うんはい、あそこのホテルはちょっとね、えー、そこだけじゃなくて日本全国でやってるんですが、ええ、あの黒板が置いてあってですね、はいえー、地元探訪ツアーみたいなものが催されるわけですねあ、えーまあ、そこのホテルに宿泊すると、えー、その黒板の日時に集合すると旗持って通天閣界隈連れてってくれるんですよ。案内してくれると、えー で、ここで通天閣界隈の住民の皆さんのつぶやきだと思ってください。<laughs> 俺ら見せもんじゃねえんだら、これは。みちくんなら切れると思います。いや、だから。<laughs> からそのみちうらくんの名を借りて、言いたい放題っていうのはね。<laughs> その方。そのやめてください。本当ですね。失礼しました。はい。 ねえー、まだまだご意見はお待ちしておりますので、はい、メールで送ってくださる方は、はい、z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム感想などもねどんどん送ってください x で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでお待ちしております今日の五時二十六分頃のズームオンミュージックリクエストのお題は税金の支払いを銀行に拒否された時に聞きたい曲 です。選挙区の理由も書いて送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。内閣支持率低下、自民党内でささやかれる。青木の法則の現実味。 昨日の読売新聞によりますと岸田内閣の各世論調査の下落を受けて自民党内では青木美紀夫元官房長官が備えたとされる青木の法則が現実味を帯びてきたと囁かれております参院のドンとも言われた青木美紀夫さんそれにしてもさはい、ちょっとマスコミの誘導もひどくないか岸田さんに対して マスコミの誘導もあというのがさ、うんはい、ここの23日話題になってるのが<え>、えー、総理大臣が46万円それから大臣が年間に32万円<ー>給料増額とはこのタイミングで何事かとあ<ー>、えー、総理大臣給与増額法案をこのタイミングで提案する、うん、岸田総理は何を考えてんだっていう論調で、はい、結構。 テレビのワイドショーなんかやるじゃないですかやってますねまあ間違いじゃないけど正しくもないのはさ、はい、別に総理大臣の給料を上げる法案じゃなくてはい、えー まああの人事院の勧告に従って、その,まああの直近の物価上昇のデータ等によって、公務員の給料を引き上げると、公務員の給料を引き上げるのはまあ人事院の勧告に従って、一般職と、それから特別職の公務員の給料は引き上げられると、その特別職国家公務員、総理大臣というのは特別職国家公務員で、特別職国家公務員も、その人事院の勧告に従って、一定比率、 えー、別に総理大臣の給料だけ上げるわけじゃなくて、はい、特別職、国家公務員全部いろ、うん、んな種類、なんとか委員会の委員とかねものすごくたくさんい,ろんいるわけだけど、はい、そういう人たちの給料を人事院の勧告に従って上げてその中に総理大臣も入ってますっていう話で、うん、別に総理大臣の給料を上げるっていうのは、まあ、だからさっき言ったように間違いじゃないけど本当でもないわけでそこだけ取り上げて。 あの総理批判につな、えー、げていくというのは、私はね。はい 総理のの人徳のなさだより厳しいですよね、れあれ、あれもまあでも人事院員会がこの時期に出るんで、実はこの国家公務員の給与を変える法案を提出するっていうのは、臨時国会の年中行事で毎年やってるんですよ、だから今年だけこと今年さら取り上げるのはおかしい、えー、だからね、今まではほら、あのはい、物価も賃金もまあ上がってこなかったから、えーえー、そんなに大幅に引き上げじゃないんだけど、こうきてやっぱり物価が上がってきたから、はいえー、本当にこんだけ上がんない、久しぶりだよね。 っっってていううこともあって目立っちゃうっいうだからもう毎年あの手続き通りやってるだけの話で手続き通り毎年の恒例行事なのになんで今年に限って俺だけ文句言われるのってそれはねマスコミがあの基本的にマスコミの基,礎基本姿勢として悪い格言で 池に落ちた犬は棒で叩けっていう言がありますがなんか落ち面のやったやつは徹底的にいじめ抜くっていうなんかい,じめいじめに近い構造がマスコミにあるのは事実なんだけども、うんはい、本人の不得のを致すところだよ。<laughs> えあれいやこれがねやっぱね不思議なもんでこれが支持率が高ければねはいあれだよいやそのぐらい安いよとか二十四時間三百六十五日働きっぱなしでさ我々の未来のことをつい一生懸命考えてくれてるんだからもうお給料なんか倍にしてやれみたいなそこまではねんなかわかりませんけどまあしょうがないまあ世の中流れとしてそういう総理大臣であってほしいと僕は思うどうですか総理 ま偽物ですえだから、このぐらいなんかね、<laughs> はいはい、本当にあの何やっても袋叩きっていう、いや毎年の恒例行事で、なんで俺だけ引き返されるのっていう、うこれ、特別国,国家公務員の給与引き下げの中に総理大臣も含まれてましたって話だから、んうん、なんでそこだけ取り上げて、俺だけ悪口言われなきゃいけないのと。 本人は思っているはずなのでありますがでも、もうこうなるとね、はい、流れは止められないですよで、コメンテーター、テレビのコメンテーターとかっていうのは基本的に役割を求められますから、はい、えやっぱりそれを振られるとそう言わざるを得ないわけですね、内心では別にさ、あのそれは特別職国家公務員の給与引き下げの中の、うん、総理大臣が入ってるだけの話で別に総理大臣の給与引き,引き上げ法案っていう言い方自体が。はい やっぱりあの明らかな世論誘導で極めて政治的な色合いの強い言い方だからそれはちょっと違うんじゃないのってテレビのコメンテーターは絶対言わないからね <laughs> それじゃ仕事にならないから。<laughs> とんでもないこの時期、総理大臣、こんなん状況の中で、みんなの生活困ってんのに、総理大臣だけ給料を上げるなんか、けしからんっていうのが仕事だから、ほら。別にあの、そうなるとや、<laughs> そうなるとや、<laughs> 支持率が回復するなんてことは、ま、ああ考えられないわけだよ。<laughs> <ん>で、なんで支持率が下がっちゃったら、そのままやめていく。 首になっちゃう総理大臣が多いかというと、はいっぺん下がった支持率というのは上げるのは、うん、もう、あのー、これはあの一遍視聴率の落ちたテレビ番組の視聴率立て直すのがいかに難しいかという話を前にしたことがありますがいい同じことで下がった支持率を上げるというのは一から何かをするよりよっぽど難しいんだようんそうすると手っ取り早い支持率回復方法としては、はい、顔を変えると。顔顔を変える顔を変変ええるる とりあえず、新たに選ばれた顔がだね、はい、今の総理以上にひどいことをやり続けたとしても、支持率が下がってくるまでには時間が稼げるから、その時間の間に解散・総選挙をやっちまうっていうふうに、当然考えるわな、今現状、岸田内閣の支持率が直近どうなっているかというと,と、NHK と読売は30%台、FNN もそうかな30、30%台をキープしてますが、 朝日が29%、毎日が25%、日経,が33あ日経も3割ちょっと超えてます、33共同通信28%、g 通信が26.3%、軒並み20%台まで落ちましたと。うん、で青木のの法則というのは 伊、まあ、田君、詳しいようにですね、えー、その時の内閣支持率プラス自民党の支持率支持率を足して政党支持率を足して50%を切ってくるともうちょっとその内閣の寿命は尽きちゃうよねっていうそういうニュアンスの話なんですが自民党支持率がどうなっているかというとこれが今までは大体自民党支持率って4割前後はどの世論調査でも安定してあったやつがここへきてだいぶ下がり始めて、はいえー、読売で30朝日が26毎日 日経で32時事通信に至っては21ということで時事通信はあの内閣支持率も低いから時事通信の世論調査を信じるなら自民党支持率21%と内閣支持率26.3%を足して、はい、47.3%ですね5割を切ってしまいました、はいえー、毎日新聞も25と23足すと48ですからいくつかの世論調査では 割あ足して5割を下回るという水準になり始めてます、うん、まあそうなると解散はできないよねっていうのが一般的なものの見方です、だから今日なんで、えー、ぶら下がりの記者会見で岸田総理がもうあのとにかく経済対策に邁進するということで、はい、案に年内解散はしないということをにわせたかというと、今日朝一斉に、はい。 俺は誰がリークしたんだろう,、ね、うん今日一斉に、一斉にっちゅっても、読売と朝日が一面にね、ねえー、見出しを取ってきてますが、はい、首相、年内解散、見送り、朝日新聞、年内解散、見送りへ、読売新聞、は同じだな、これ、ええええ、リードも読んだんですが、リードもほぼそっくりで、同じ人書いてんじゃねえのかっていうぐらいな、<laughs> リーク元は一つだなと、はい、同じような言い回しでリークしてるよねっていう感じなんですが、いい飯田君。はい 誰リークしたのいやもっともっともかんないですよわ <laughs> かんないですよ <laughs> 政府関係者とか総理総理,総理え<い>意図的でしょこのリークはえ報道各社の皆さんがその取材の力で さまざまな記事を書くことは承知をしておりますが、解散に関しては、常々申し上げている通り、念頭にはないということであります <laughs> まなんか、おっしゃりそうなことを言うから、誤解はね、<laughs> もっと嘘っぽいことを思い切って言うとかね。そう考えたらあれだよね君何ですか 今日から総理の代理は務まるね。いやいや何を言ってるんですか。全く務まりません。巧みにほら、巧みにあの問題になりそうなことは言わずに言葉を選びながら、もちろん当たり障りのないところで言葉を日本語を紡いでいくという技は素晴らしいと思うよ。これこれこそ成功の技だよね。これ俺はアナウンサーとして褒められてるのかどうなのかという褒めてますよ。褒めてます。歴代総理大臣が辞めた時にどのぐらい 内閣支持率および自民党、つまり政党支持率だったのい、これ、一覧表が、これ、朝日かな、うね、出てますけどもね、辞、はい、めた時に圧倒的に支持率が高かったのは、小泉純一郎さん、はい、これ、辞めた時の内閣支持率が47%ってすごいね。う <laughs> これその時の自民党支持率は38%で、足すと85%だからね、あね小泉純一郎さんっていうのは、うん、だから当時、やっぱり辞める直前ぐらいに、えー、結構下世話なメディアはですね、はい、言ってるけど、辞めないんじゃないのっていう、結構そういう話が出回りましたけどね、うん、当時。私はまあ、本人の性格知ってたんで、辞めると確信してましたけど、小泉、ねうん、さん、ま、ちょっとか確かに変わった人ではあったの、確かですね。うん あとな、あの内閣支持率が高くてお辞めになったのは、えー、っと安倍さんの、安倍さんはだから、あれですね、1時の時のもう2時の時にも、対、はい、人時の。 内閣支持率がともに三十三パーセント。で、自民党支持率が。あの二回目の辞めた時が、自民党支持率が三十パーセントで、足して六十三パーセントですから。はい、全然まだ、あの危険水準ではなかったと。いう状況ですね。うんうん、同じ例で言うと、菅さんもね。 菅さんも結構人気ががある中で辞めたた感じがししました突然辞めちゃったんでしょこれ私あの太平洋横断してて帰ってきたらえな,<ー>なんで辞めちゃうのううって感じだったんですごい意外だったんですけども、えー、特にあの菅政権に関しては私が太平洋横断に行ってる間にするすると支持率が下がったそうですが<ー>実際に太平洋横断に行って で5ヶ月ブラ、完全にブランクがあって日本に帰ってきた、えー、その感覚から見ると、ですね、はい、5ヶ月前、日本を出港する2021年の春の段階では、日本のワクチン接種率なんかほとんどなかった、ゼロに限りなく等しかったんですよ、ところが5ヶ月後に、はい、日本に帰ってきたら、高齢者を中心に1回目のワクチン接種がみんな終わってて、いや、この短期間に。 よくできたな、これはっていうのが間、ブランクあるといろんなものが逆に見えてくることでこれ菅政権すごいじゃんっていうのが正直な私、イメージだったんだけれどもでも支持率がなんかその間にとんでもなく下がっててえ何があったの まあ、オリンピック等々の問題があったかもしれないですけどね、ちょうどその時、うん、オリンピックのタイミングでしたが、いずれにせよ、そんだけ下がったといわれていながら、菅さんが突然辞めた時の支持率が内閣支持率30%、えー、当時の自民党支持率が37%ですから、合わせて67%ありましたから、うん、か,らかなり余力を残して、岸田政権に受け継いだ感じですね。はい、低かった代表格は2つありましたね、ほ<ん>まあ、3つというべきかな、2つかな。 内閣支持率が記憶に残る限り、私、最低だと思ったのは、森喜朗さん、これもね、うん、だけどね、今の岸田さんと同じで、はい、もう末期になったら、もうあれも叩く、これも叩く、徹底的に叩く、何か一挙手一投足、みんなで叩くっていう、なんか、これは、これはある種のいじめなんじゃないの、相手が総理大臣だったら許されるっていうレベルの結構叩き方でしたね、あの頃、うん、まあそんなこんなで 森さんの支持率は朝日新聞調べで9%まで落ちてますから、一桁っちゅうのはなかなかないですよね、内閣支持率で。はいえー、で、まあ、森さん9%、その時の自民党支持率が24%、足して33%、あこれは持たないねっていう。う 最後は自民党支持で鳴らしていた某新聞、某解説者なんかですらえ新聞で悪口書き始めるというおいおい、り叩き始めるとみんなで叩くんだなというなんかねそれをねまざまざと見ましたね、当時うー。うん、はい 私は別に森喜朗さんに義理があるわけでも何でもないで,ないですがこの番組で一回ご披露させていただいたようにとある政治評論家を縁席で殴りかけたときに後ろから羽交い締めにして止めてくれましたからねさ殴ってりゃ暴力事件でえらいことになってたのにた私は森喜朗さんに羽交い締めで止めてもらったんで助かったという<ー> <laughs> そういうことがありますのでちょっとした恩がありますから <laughs>、まあえー、その次に支持率が低かったのが。はいはい 政界引退を直近で発表されました、<お>はいえー、菅直人さんお辞めになった時の内閣支持率14%、はい、この時は内閣支持率も低いけれども、まあ、民主党政権ですから、はい、民主党自体の支持率がえらいことになってて、これが14%、足して28%という。うん えーえー、偉いことになってますで同じやっぱり民主党政権はやっぱ政党支持率が自民党に比べるとだいぶ低いということもあって鳩、うんえー、山幸夫さんね はい、畑山幸雄さんはまあ言動が非常に不安定で、えー、この人、ほとんど東大を首席に近い成績で出てるはずなのに学校の勉強ができるからといって社会常識のあることを口から出すかというとそれはまた別問題だなというのがよくわかるのは畑山幸雄さんがお辞めになった時の内閣支持率17%、うんえー、当時、民主党支持率21%合計で38%もうこうなるともたないよねっていう水準に。はい さあ岸田政権がなりつつあるんだけれども、うん、さて話はここからですわ、はい、ところがですね、ええ、今日のぶら下がりの様子を見て、まあ今日新聞、大きなところが2つ、2> うん、首相年内解散見送りと出してるんだけれども。はい 本当に解散しないかどうかはまた別問題でこれはまあ正解の不分率でえ昔は肯定不合今も肯定不合いという言い方がなりましたけれどもえまあ要するに金利ですね。金利とお 解散総選挙のタイミングに関しては総理大臣は嘘ついて構わないという政界の不分律が昔からありますから <laughs> だからこの今日のぶら下がりあるいは今日の新聞2紙が大見出しで書ってきたことをそのまま信じられるかというとえ昨日私インターネットのところで解説したんですがえ自民党とそれから野党各党の小選挙区の立候補 候補,候補者擁立状況というのを精査するとですね、はい、小選挙区、次の選挙は289なんですが立憲民主ってまだ160ちょっとぐらいしか候補者立てられてないんですよ。で最近よく支持率政党支持率だと大変人気の維新なんですが維新も150も立てられていないんですね。そんな状況の中自民党党はまあ公明とと合わせると ほぼ全部の選挙区に候補者擁立が終わってますつまり選挙体制は与党は完全に整っている状況で野党がなかなか選挙協力も含めて体制が整っていないという現実ですから、はい、今、政党支持率も内閣支持率も確かに岸田政権低いけれども選挙をやったら必ず負けるかというとそうとも限らない。はい このままいくと岸田政権のたれ陣で、えー、解散打てずに、えー、ずるずる政権の支持率が下がってこの岸田政権じゃ選挙戦えないよねっていう自民党内の圧力の中で来年の総秋の総裁選を待たずに潰,れて潰されてしまう可能性があるけれども。うん 一か八かで選挙に打って出て、はいえー、勝たないまでも大きく負けずに、うんえー、政権維持に安定的に成功したら当分、選挙はないからもう岸田でいいじゃんっていうので首がつながる可能性があるということを考えると、うん、俺が岸田さんなら、はい、一かかかどっかでやるねそれはやっぱり、損んと考えたら。うん ダメでととももだん,んでそこ、岸田さんの成功体験とも重なるんですよね、まさに同じような状況で解散打てなかった菅さんに対して、後を襲った岸田さんは、就任直後に解散を打ったということは、前回の選挙でそれで,、ね、それでまあ今の、まあ、比較的ああの少なくとも数字は下がってるけれども、はいえー、期間的にはもうかなりの期間になりつつありますから。もうすすでに2年以上経ってますからね総理 本当はやろうと思ってるでしょえ、hey. まさに、経済に一位先進に取り組んでいく。それ以外のことは考えておりません。従来から申し上げている通りであります。これ今日のぶら下がりでこう言ったんですか。<laughs> いつでも代わりが務めるね。務まる務るなんかね、なんか絶好調ですよね。いやいや今日特に。うん、<laughs> いや、うん、そんなこっちもなかなかだよね。ね<え>。うん、ありがとうございます。 <laughs> 偽物です。偽物ですよ。偽物ですからね。誤解なきよう。はい、ズームオンでした。ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。飯田浩司です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。 辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊フジの記事を解説する「夕刊フジそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナーズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 十一月九日木曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。こんばんは、日本放送の飯田浩治です。時刻は五時を過ぎました。ズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は税金の支払いを銀行に拒否された時に聞きたい曲。<laughs> まあ銀行さんもね、各支店さんもそれぞれ事情は終わりなので致し方ないところではありますが。ね、詐欺対策とかねいろいろありますからね。そうそうそう さまずは。はい。秋田県大館市の。ぶっ飛びあんこさん、六十五歳男性の方。ほうほう。今日はようよ天気でした。小春日和そのものですね。小春日和ね。インディアンサマーですか。はい。そうそう。しかし辛坊さんのいたこ芸人。インディアンサマーってあれだよね。人あれだよね。これ、これ、これ。くとね、政治的に正しい言い方ですると、インディアンはダメだから。 言わないのかな。ネイティブアメリカンサマーネイティブアメリカン様言わないだろうそれなんかそっちの方が差別っぽいぞそれ<ー>。<laughs> これはもう簡易オフとちゃちゃ入れました。すみません。<laughs> はいはい、はい、小春日和そのものです、ね。なんでで辛子辛子さんって誰？辛子さんの伊達こげは愉快ですね。ちょっとまだ。え伊こげは僕じゃない。それはまず <laughs> あの飯田んです。はい。い <laughs> お続けくださいって書いてあります。えで,でリクエストは税金を払いたいのに受け付けないのはダメですよね。チャゲアンダースカの税制をお願いします。ちょっとまだ。 <laughs> チャリアスにそんな曲あったかちょっとそれからアゲオシにお住まい44歳のラジオネーム小日サさんは「はいはい、エレファントカシマシさんの俺たちの明日お願いします」お<ー>歌詞に「 頑張増税とあります。さあ頑張増税ですか？違う違う違う。だいぶ違うと思うぞ。頑張ろう少なくとも違うということだけはわかるぞ。違うということだけはわかる。長野県松本市のピースケさん、はい、62歳男性は銀行の件ですが私も経験あります。 昨年亡くなった母の銀行口座を解約しようとしたんですが窓口の予約が1か月ぐらい埋まっていて受け付けまでに1か月待ちましたその時浮かんだ曲は「諦めましたあなたのことは」でしたリクエスト曲「何でも予約取れ」とかって言うんだけどさ多くなってま予約取るのはさ便利さの利便性の向上のためにやるべきであって。 不便ささを加速させるためじゃない最近いろんなところで窓口とか減ってるよね窓口減ってるから窓口減らしてる会社がなんか潰れそうでかわいそうだなっていう状況じゃなくて、はい、そういうところに限ってなんか過去最高の売り上げとか更新してたりするのは方向としてて間違ってないか <laughs>、はいうんまあ、コストカットカットカットでそれで出世してきた人たちですから。 え誰のの話え上司批判今何なんですかね一般論として <laughs> さあ広島県のテフテフさんで60歳男性の方。ビートルズのタクスマンに人 ことじゃないや1票です。<ー>95%を税金に取られてご不満ですか？全部持っていかないだけ感謝してください。<laughs> そう、俺は税務署員だ。全員 <laughs> イ,イエイみたいな歌詞だったと思います。<laughs> とか言ったそんな歌あるんだ。<laughs> 多いかしらしいですよ。えー、失礼しました、はいえー。茨城県土浦市の三つ春さん、四十九歳男性。えー、今はいろんなことが便利になるという前提でデジタル化やネット対応などになっていますが、私にはかえって不便に感じることがあります。そうなんです。おいくつの方ですか、私は？四十九歳。え、四十九歳でそれだったらもうもうそれ以上の世代は当然おかしいだろうはい、はい、これはと、ね、てなわけで。 川島英吾さんの時代遅れをお願いします名曲ですね,ですね私のカラオケの定番ソングですあら<ー>あら。聞いてみたいものですが <laughs>、はい、<laughs> X でいただいておりますリタホペさんほぼそのままですということでねあの画像を送っていただいたんですが可愛い,いですね森高千里さんザストレスおー そんな曲があったんだあ,ありますよね、うん、でね森高千里さんの当時の写真をね一緒に送ってくださってるんですけどねミニスカートのこのシングル版のね、うん、ジャケットですよね本日のズームオーンミュージックリクエストほ <laughs> い剣直子カモメはカモメ じゃなくてね、俺、えー、エレファントカシマシ、お、俺たちの明日、はい、ナンバーゾ、ね、どっち、どっちだろうね、マ、ま、ー、あまあ、確認します、はい、<laughs> いエンディングでしっかりとお届けいたしますので、はい、はい、お聞きになってください。 番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。辛抱祭の質問、ニュースに関すること、普段の生活で感じる疑問なども送ってください。メールで送ってくださる方は ZOM、ZOOM、アットマーク一二四二ドットコム。番組の感想など Q ツイッター、X で参加される方、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いします。あなたからのご意見をお待ちしています。 辛ンさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。アメリカ大統領選挙投開票まであと1年、イスラエル情勢を受けてバイデン氏のアラブ系支持急落。アメリカの大統領選挙の投票まで今月5日であと1年となりました。 アメリカのアラブ研究所が10月23日から27日に実施した世論調査では大統領選挙でバイデン氏に投票するとしたアラブ系は17%と2020年の59%から落としましたトランプ前大統領に投票するとした人が40%とバイデン氏を上回っておりますまた第3党の候補を選ぶと答えた人も17%いました この種の世論調査ってあんまり当てにならないなっていうか世論調査の結果自体が現政権にプレッシャーを与えるためという見方もできるんで現実に大統領選挙でトランプ大統領に入れるアラブ系の人はそんなに多くないだろうと思いますよ。やっっっぱりトランプ前大統領ってて誰でも知ってるように え娘向こうの方はユダヤ人でもともとやっぱり歴史的に見たら共和党と民主党で言うとえ共和党の方がまあ,あのこれちょっとねもともとは実は共和党っていうと日本人のイメージで言うと保守・高派ってイメージの人多いと思うんですが歴史をたどると。 私が共和党のはずなんで必ずしもそうとは言えないんだけども現状においては、まあ、民主党の方が左派リベラル色が強いよねっていうイメージの方が多いと思います。現実にそうだったり現状はするわけでそうするとアラブの皆様パレスチナの皆様があのどっちの政権が共和党の政権と民主党の政権になった時にどっちの政権が自分たちにとって優しいかっていうのはそれは。 あのトランプ前大統領を率いる共和党よりは民主党の方があの優しいに決まっているわけで、えー、最終的な投票行動として本当にバイデンさん17%トランプ大統領40%ということにはならないと思いますがちょっとやっぱりこのところ、えー、バイデン政権の中でバイデンさんっていうのはわとイスラエルに報復する権利はあるみたいな言い方を、うん。 堂々とするということで、はい、まあパレスチナの皆さんのイライラが現政権に溜まっているというところを示している数字であって、うん、最終的にこの数字のまんまの投票行動が行われるとは見ない方がいいだろうと思いますが、うん、まあバイデンさんとしてはえ今までの発言というのはやっぱりあの民主党の中でも左派リベラル色が非常に強い人たちにとっては不評なんだけれども多くのやっぱり民主党支持のアメリカ人 アメリカ人の体制を全体を見たときにはやっぱり今回のバイデンさんのどちらかというとパレスチナ寄りではなくてイスラエル寄りの発言をした方が投票行動にはプラスの影響を与えるとそう信じてるからそういう発言をしてきてただまあこういう世論調査でいやまあバイデン政権にプレッシャーをかけようとしてるわけだけどバイデン政権としてはなかなか厳しいなと思うのはアラブ系の人たちってアメリカでは、まあ、はっきり言って メジャーでではないんですよんそれはイスラエルの出身母体であるところのユダヤ人の皆さんの方が数も多いし政治勢力としても強いんでアラブ系の人たちは数も少ないしまあ年齢層も比較的全体のアメリカ人からすると若いんだけれども問題は政権にとっての選挙を考えた時の問題は、はい、アラブ系はわずかで370万人しかいないんだけれども、うん、数としては極めて少ないんだけれども。 えー、大工業地帯のミシガンとかオハイオとかに多いんですよ。はい、それでねこっから先ちょっとあ,のある程度知識のある人ほど間違っちゃってるっていう話で知識のない人は鼻からどそんなのどうでもいいやって話なんだけど、はい、英語でミッドウェストっていう言葉があるわけですね。うん英語のミッドウェストって日本語に訳すと中西部なんですよまさに <laughs> ミッドが中で <laughs> ウェストが中西部。そ えー、ミッドウェストアメリカ中西部ってどこですかってこうアメリカの白地図をこう渡されてどっか中西部に丸つけろって言った時に、うん、ほとんどの日本人は、うんうん、実際の中西部よりは左に丸をつけるはずです。<ー>というのがアメリカの行政区分におけるミッドウェスト中西部っていうのは、はい、地図の中では北東なんですよ。お<ー>お 北東部なんです北東部だから北東部カナダとの境に五大湖ありますね、うんはい、五大湖で皆さんの頭の中で、まあ、アメリカの地図がかなり頭の中にしっかり入ってる人でも五大湖アメリカ五大湖でまあいや、えー、そうですね有名なところでは ナヤガラの滝なんかはこの五大湖の近辺ですからね。相当まニューヨークに近い東側のイメージなんですが、この五大湖周辺っていうのはアメリカの行政区分でいうところのミッドウェストなんです、うん。ねでここ人口多いんです。なんでそこをミッドウェストっていうかっていうと、アメリカって元々アメリカの東海岸から 国づくりが行われてアメリカの国ができた頃って西側はスペイン領だったりするわけですよ。今ののアメリカ地図とは全然違うんですね初期にこういう行政区分の名前がついたもんだから実は今のアメリカの地図からすると北北東東部部なんですだからノースイーストなんだけどアメリカの行政区分ではなぜかミッドウェストっていうんですねここ。でミッドウェストの中で中心都市はシカゴだったりするわけですけれども。 のの370万人と言われているアラブ系の人が多いのがそのミッドウェストのミシガンオハイオっていうねこの辺りあのその近辺って割とあの自動車工場なんかが多くて大統領選挙の時にラストベルトみたいなっていうのが要するに外国人労働者みたいな方も非常に多かったりなんかするというまあいろんないい理由があってですねこの辺りミッドウェストのオハイオとかそれからインディアナ まあ、ミシガンとかっていう辺り、はい、非常にや中近東の人多いんだけれどもここが実はそういう歴史があるもんだから日本人ってオハイオ州とかミシガン州とかあんまりイメージないと思うんですが結構な大統領選挙の時の代表殿なんですよ。 オオハイオ州って選挙人18人ですよこれあのペンシルベニアに次いで多かったりなんかするんでアメリカの中で大統領選挙やるときにこのオハイオの18人ってすごく大きいわけですね、うん、ミシガンが16人かだから両方合わせると三十何人なわけでご存知のようにアメリカ大統領選挙って一部の州は違いますがほとんどの州はトップ総取りなんですよ。 えー、確かにアラブ系の人は370万人と少ないんだけれども、はいえー、その人たちが固まっているオハイオ州とかミシガン州とかっていうのは大統領選挙の最後の時に<ー>、えー、そこの何秒かで大統領選挙の結果が決まるっていうものすごくデリケートなところに。 アルプ系の人が集結してるんで今回みたいな世論調査を逆に出すことによって現政権にプレッシャーをかけてまあどちらかというとイスラエルよりという、えー、あの今の政権のスタンスをちょっとでも変えさせたいというところが、はい、もう世論調査自体の<ー>まあ,ある意味目的になっているようなという感じはいたします。情報戦ね、ズームオンでした ズームミュージックリクエストをお送りしているのはアゲオ氏のヒマサさんからのリクエストです、エレファントかしまし、俺たちの明日明日 さあガンバノーゼなんて言ってませんよこれ <laughs>、ね <laughs>。言ってなかったですねおかしいな言ってなかったですねガンバノーゼじゃないだろそれガンバノーゼでしょそんなこと言ってないだろさあお聞きのニッポン放送この後は夕方5時30分からは伊集院光の種そして6時からは鶴子市長お美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします<い>で明日6時からの朝6時からの はい。え、オッケー。コーチアップ。コメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員三村健次さんです。はい。その後八時からの春風亭一之助さん。あなたとハッピー。明日のメッセージテーマはあなたと魚ですんでね、はい、ちょっとどしどしご応募ください。<laughs> 魚。魚。あの翌日が鮭の日なんだそうです。へ<ー> <laughs> で来週十一月十三日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまでいうかなんと来週辛坊さんお休みですね。あらま。

あのレベル三になってますてい私の行くナイル川周辺だけがレベル一ですあ<ー>まあいずれにしても気をつけて,けてで日替わりピンチヒッター月曜日が落語家の立川志らくさん火曜日はジャーナリストの堀潤さん水曜日は哲学者で津田塾大学教授の茅野敏人さん木曜日は井田浩二さんでお送りする予定でございます月曜日で、ね、中村一郎さんも出ますここまでのお相手は辛抱しろと井田浩二でしたというわけですけはい